腰痛でね、お困りなんですよね、あなた。はい。ね、今日も？もう常にですね。常に？はい。ちょっとチェックしましょう。この脂質どうですか、これ。グリグリしてるよね、これ。ああ、これ右。右これすごいね。こっちどうですか、これは。左はまだですね。右？あ、ちょっと。あ、ここね。じゃあちょっと同じ電点ちゃんを見てみましょう。これはどっち？これとこれと。同じぐらい痛いです。同じぐらい痛い。これ痛い？これ痛い。ここは？あそこよけ。こっちの方が痛い？じゃあここは？ここは？これこれ。痛い痛い。この上の方が痛いんだよね。上の方が痛いですね。上の方が痛いんだよね。この大臀筋だよね、ここって。これ。こっちが中臀筋だ。これは。こっちが大臀筋。こっち中臀筋なんだけど。大臀筋の方が痛い。大臀筋の方が痛いんだ。上の方が痛いです。ここの方が痛いとか痛い。ここは？あ、大丈夫ね、はい、この上だからね、これね、ちょ、これはそこ痛いですね。ここはそう、痛い嘘つけよ、まあ、本当にそんな痛くないでしょ、もうこれこれ、じゃあここはね、やっぱりね、まあ、ちゃんとほぐすと楽になると思うから、ここちょっと痛いかもしれないけど、心鬼にしてね、ちょっとやっちゃうから、これ分かったね、はい、よし。じゃあなんでこんな痛がるの、ここでしょ、痛くないですか、危ないからちょっと、あ、ちょっと刺しとこう、ちょっともっとなんか刺しとこう、これこれここはこれ大丈夫、はい、これはこっちの方がいいんだね、この方がね、こうしてここの際のところ、この腸骨のこの下の際のこの本当大臀筋のこの基部というか、この辺が、この上のここ、嘘つけよお前、そんな痛くないだろ、そんなマジっすか。じゃあちょっとなんつうの、腰痛の人でほら痛いのって、こう胃中とか痛いじゃない、ちょっとこの辺見てみようかな、これどう、あ、こっちそうでもないな、左だな、これはこっちだな、これどう、これどうどう、カメラ直撃するんじゃないよ、もうこれこれどう、これこのえいちょっと危ないちょっと こっちはそうでもないか、これまだじゃやってないよ、まだちょっとまだ身構えるんじゃない、ちょっとこれこの辺どう、痛いけどこっちほどじゃない、痛い、だから君の場合はね、右が痛いね、はい、なんかこういうことだよね。ああ、なるほど。こういうことだから、はい、で肩はそうだな。肩は、あ、でもやっぱり右の方がちょっと反応があるんじゃないかな。ああ、なんか右の方が硬い感じしますね。硬い感じがあるよね、はいはい。やっぱあるよね。うん。だからこういう風だね。へえ。君のラインはこう、こう。じゃあどうしたらいいかっていうと。まあ俺には分からん。何ですかそれ。今までの前振りないか。まあとにかくこの辺凝ってるからね、この辺痛みがあるでしょ。はい、ね、じゃあこの辺は両方とも同じぐらい？左の方が痛いですね、これ。左の方が痛い？これ。左めっちゃ痛いですね。これは？それはまだ痛いですけど、まだこれは。左。左。えい。そんなに痛くないでしょ、本当に。ああ、でもいいケツしてるな。ありがとうございます。痛い。うん、いいぞ。楽器じゃないんです。よし。うん、いい感じ。